というわけでね、早速やっていきたいなと思うんですけども、一応今回の検証が、足漕ぎカヤック、カヤックリフターなしで、車の上にね、カートップできるのか検証ということで本当にそのまんまなんですけど、まあ、ちょっと、ね、試していきたいなと思っております。今回ね、使う、足漕ぎカヤックなんですけども、モンベルさんから出ている、ライオットカヤックというブランドの、マコ12という足漕ぎカヤックになっております。重量が、38.4、まあ、38キロ、まあ、40キロ弱あるね、カヤックなんで、基本的にはなかなかリフターなしで持ち上げるの、まあ、しんどいんじゃないかなと思う方多いと思うんですけど、まあ、実際これこのままね乗せられるのかやってみたいなと思います。じゃあね、早速ちょっとこれ貼っていきたいんですけど、まあ私が思うに、ホームページの、サイトで出てる38キロ、まあ結構足漕ぎカヤックって、まあ、40キロ近いカヤックあると思うんですけど、ここ椅子とか普段ついてるんですよ。椅子がついてたり、前にこうドライブと言われるね、足でこうペダルがついてたり、まあ、全部偽装してる状態での重量が、まあ、38とか、まあ、40とかになってくると思うので、取っ払ったら意外にこの本体だけだと軽いんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと一回ちょっと持ってみますね。じゃあ早速、こちらのカヤックをね、持ち上げてみたいなと思うんですけども、正直私ねこれ持ち上げるの初なんでめちゃくちゃ怖いです。なんか借りてるものなんで落としたらどうしようとかね、ちょっと怖いんですけど、まあ、その時はね、Sさんすいませんね。ということで、じゃあちょっと早速やっていきたいと思います。いやどん、まあ、でも私が思うに本当に思う、ホームページに載ってる重量分は絶対ないと思うんですよね。もっと軽いと思うんで、ただ正直重さがこう理由で足こぎカヤックやめる方って実際多いと思うんですよ。私もそうですし、手こぎか足こぎかって迷った時にやっぱ足こぎの38とか40とかの重量見たらきつくて海出るの嫌になりそうな感じがしちゃって、でそれでもう手こぎ、まあ、手こぎも30キロぐらいあるんですよね、買ってとかやってたんで、意外にそれが軽いんだったら、まあ、いきなり道が開けますよね、足こぎカヤック購入っていうね。じゃちょっと乗ってみましょうかね。まあ、手漕ぎと同じですね。1回で持ち上げないように1回持ち上げてここで置いて、そこから身に上げるって感じでちょっと行ってみたいと思います。1回起こします。あれあれ、あ、意外に軽いですよ。全然なんか上がりそうな気がしますね。で、いますよ。よいしょ。あ、はい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 。じゃあ、上げてみたいと思います。あれ？あれ？あれ？ちょっと待ってください。あれ？あれ？乗せれました？あれ？ちょっと動揺してるんですけど、乗りましたね。乗せてみて思ったんですけど、いや多分私が普段乗ってるバイキングカヤックのプロフィッシュ45が28キロ本体重量あるんですよ。でかなり重い手なんですけど、それよりも軽く感じた、気のせいかな。ただやっぱこの後ろ見てもらうと分かるんですけど、足漕ぎカヤック特有のラダーっていう舵を切るやつがついてるんで、これがついてるせいかちょっと中心で持ち上げるとちょっと後方に重心がかかるというか、ちょっとバランスが後ろ気味になる感じはするんですけど、意外に持ち上がりますね。なんか手漕ぎカヤックよりも普通に乗せれた感じます。だからやっぱり最初冒頭に言った通り38キロぐらいのその総重量なんで、実際のやっぱこういう本体はどうだろう、30以下ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。だから意外にね持てます。だから全然乗っけれないと不安で足首以外買えない方も視野に入れて考えてみてもいいと思います。これが多分モンベルのライオットカヤックの、マコ12で、総重量が一応、カタログスペックだと 38.4 ぐらいの重さなので、まあ、これが私は少なからず持ち上げられているので、これが持ち上げられるってことは、プロペルの
12LT も持ち上げられると思いますし、あれも多分38はなかったと思うんですよね。あとホビーカヤックでいうと、アウトバックとかもう多分ね3、40はいらなかったはずなんで、多分それも同じ容量で椅子とかこういったあのドライブ外して本体だけだったらいけるんじゃないかなと思う。まあ最後持ち上げられなければあのカヤックリフターね、つけてもいいと思うんですけど、あの全然あの重くて持ち上げられないだろうと思ったら意外に持ち上がるので、ぜひぜひちょっとね試していただければと思います。はい、まあ、またちょっと動画でできることあればあのご紹介させていただきますので、ご覧いただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。質問、はい、下ろすときはどうやればいいんですか。あ、下ろすとき、あ、下ろすとき、いや下ろすときは普通にこうやってまあちょっと今後ろあのクッション使い、まあこんぐらい縁、まあ下ろすときはもうそのままなんですけど、このまんま手前上げてもらってこう上げて、私はこの状態で今軸にしてるんですけど、ここからちょっと前にずらして、はい、ちょっと私の場合あのバーにクッションやってて、それがずれるとあの引っかかったりするんですけど、普通に手前にこうずらしてくれます。でここからあとは持ち上げて、はい、で奥をまず先にゆっくり入れます。で手前をで以上です。ただこれ重いんで喋りながらだとやっぱ息上がりますけど、まあ、こんな感じですよ。まあ、これで下ろせますんで、まあ、試してもらえればと思います。あと何かあります？質問。じゃあ以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。お、来た来た来た、安定の SO です。またかおー、なんだなんだ、じゃじゃーん、さあ、あ、タイだ、ちっちゃい、かわいい、お、来た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 、可愛らしくなってきたな、なんか。